アッサーは、セント・デイビッズ出身のウェールズ人の修道士。885年頃に、ウェッセックス王、アルフレッド・大王に壊れて、セント・デイビッズを離れて王の顧問となり、890年代にソールズベリー主教を務めた。893年、アッサーは、アルフレッド・大王の伝記、アルフレッド王の生涯を表した。この伝記の原点は現存していないが、 アルフレッド大王の業績のみならず、イングランド史初期の王についての最も重要な文献と位置づけられている。またアッサーは、アルフレッド大王によるグレゴリウス一世の死亡規則書英訳などにも関与した。後に、オックスフォード大学で発見されたアルフレッド大王の伝説アッサーが筆者に否定されたが、これは現在では否定されている。この説は、 ウィリアム・カムデンが1603年にアッサーのアルフレッド王の生涯を出版した際に挿入したものである。これが否定された際、生涯そのものも偽作でないかと疑われたが、こちらはアッサーによるものであることが定説となっている。南イングランドのアッサーが訪れたり、アルフレッド大王から修道院を与えられたりしたことが知られている街を示した地図。 アッシュダウンの正確な位置は分かっていないが、一般にバークシャーダウンズのことだとされている。ウェールズ人修道士アッサーは、少なくとも885年頃には、活躍し始めている。彼の前半生についてはほとんど分かっていない。アッサーという名は、おそらく創世記のヤコブのコアシェルに由来する。この当時ウェールズでは、旧約聖書の人物名をこにつけるのが、一般的だったが、アッサーは、 ヒエロニムスのヘブライ語人名解釈に通じていたと考えられることから出生名ではなく彼が修道院に入った際に名乗った名であるという説もある。そこからアッサーの出生名はウェールズ語で祝福されたもしくは祝福を意味するグリーンであった可能性がある。アルフレッド王の生涯によればアッサーは西南ウェールズのダベドの聖デイビット大聖堂の修道士だった。 彼はこの地で育ち、停発し、聖職者としての経験を積んだ。また、聖デイビッド大聖堂の司教のビスは、彼の親族だったと述べている。アッサーについて知られている内容は、ほとんどアルフレッドの伝記によるものだが、その中で、彼が自身に触れている事柄も、アルフレッドがいかに自分を、宮廷学者として迎えたかといったことくらいである。アルフレッドは学問の価値を高く評価し、 ブリテン島中や大陸からも多くの学者を募集していた。彼がいかにしてアッサーを知ったかはわかっていないが、おそらく彼が総試験を得たウェールズ南部の国を通じて情報を得たものと考えられる。885年、アルフレッドはグーイリシングオーハウェル・アプリースとダベドを、ヘバイズを従属させた。この事件についてアッサーは詳細な記録を残している。 885年のハウェルの検証に署名者の一人として並んでいるアッサーは同一人物だと考えられる。そのため南ウェールズの君主たちとアルフレッドの関係を通じてアルフレッドがアッサーを知った可能性が高い。アッサーはサセックスのディーンにおけるアルフレッドとの初対面の様子を詳しく物語っている。887年11月11日聖マルティノスの日、 アルフレッドはラテン語を学ぶことを決心した。ここから逆算すると、アッサーは885年前半にアルフレッドに登用されたことになる。アルフレッドの求めに対し、アッサーはこれを受けるかどうか考える時間を求めた。聖デイビット大聖堂での現在ある地位での責任を投げ出すことにためらいがあったからである。アルフレッドはそれを了承しつつ、アッサーに千と デイビッツとアルフレッドの宮廷に半分ずつ滞在するという妥協案を示した。アッサーは再度考える時間を求め、最終的に6ヶ月後に戻ることを約束した上で、ウェールズに帰った。しかしウェールズへの道中でアッサーは熱病に倒れ、カイルエントの修道院に12ヶ月と1週間、とどまった。アルフレッドがアッサーの遅延の原因を調査し始めたので、アッサーは回復すれば、 アルフレッドの元に戻ると約束した。886年に回復したアッサーは、セント、デイビッツとアルフレッドの宮廷で半々に過ごすという、アルフレッドの提案を受け入れた。セント、デイビッツの人々も、アッサーがアルフレッドに対して影響力を振るうように、なれば、たびたびセント、デイビッツを襲ってくる、ヘバイズ王の手から修道院や、飲料を守れると考え、アッサーの出資を歓迎した。 アッサーの他にも、アルフレッドは、サンベルタン修道院のグリムバルドやザクセンのヨハン、などの巧妙な学者を宮廷に招いている。この三人の出資時期は一年も離れていない。886年4月から12月にかけて、アッサーは、レオナフォードという地に滞在した。レオナフォードは、おそらく現在のウィルトシャーにある、ランドフォードと同じだと考えられている。アッサーはここで、 文字を読めないアルフレッドに書籍の読み聞かせをした。12月にアッサーはウェールズに戻る許可を得ようとしたが認められず、代わりにクリスマスイブにコングリーズベリーとバンウェルの修道院、キヌノが伊藤を、眼見な男に匹敵する重さの大量の鉱木を送られた。アルフレッドはアッサーに、この診療を訪れた上でセント、デイビッジに帰ることを認めたのである。これ以降、アッサーは、 約束通り、ウェールズとアルフレッドの宮廷を行き来する生活を送るようになった。彼は、ウェールズでの行動について何も書き残していないが、イングランドでは、アッシュダウン、シヌイット、アテルニーなど数々の戦場を訪れた。アッシャーの記録からも、彼がアルフレッドと共に、かなり長い間いたことは明らかである。彼は、アルフレッドの義母、エアドブルフに、様々な場面で出会っており、 また、アルフレッドがたびたび狩りに出かけたことも記録している。887年から892年の間のある時、アルフレッドはアッサーにエクセターの修道院を与えた。これについで、アッサーはシェアボーン司教となった。彼がこの地位についた正確な年は不明である。前任者のウルフシッチは、890年から896年の 間にされれた検証の連者としてて知られている。最初に彼がシェアボーン司教として言及されるのは900年のことで彼は検証に署名した一人として登場する。そのため彼が司教委を継いだのは890年代に限られるという考え方もある。どちらにせよ、この検証署名以前にアッサーがシェアボーン司教委についていたことはウルフシッチが受け取った。 アルフレッドの死牧規定書の写しにおいてアッサーが死教として記されていたことからも確実である。アッサーがシェアボーンの属死教だった可能性もあるが、もしそうであればアッサーはセント・デービッツの死教でもあった。彼はウェールズのゲラルドによるカンブリアの旅程案内に名が載っているが、この文献は3世紀も後の1191年に編纂されたものなので信憑性は低い。 同時代の記録としてはやはり、アッサー自身の記述に頼らざるを得ない。彼によれば、セント・デイビッツ司教はたびたびヘバイズ王に追放されていたとした上で、彼は私ですら、たびたび追放したと述べている。このことからも、アッサーがセント・デイビッツ司教の位にあったことが、伺える。893年、アッサーは、アルフレッド王の生涯と題した、アルフレッドの伝記を表した。 原点はラテン語で、現代はアングロサクソン人の王、アルフレッドの生涯である。この書物が成立した年代は、作中に言及されているアルフレッドの年齢から計算されたものである。アルフレッド王の生涯は2万語に満たない短い書き物であるが、アルフレッドの時代を知るための最重要文献の一つとなっている。アッサーは電記を書くにあたり、様々な文献を参考にした。 文体は840年頃に書かれた作者不明のルートビヒ一世の伝記、皇帝、ルートビヒの生涯やトリーアのテガンの皇帝、ルートビヒの辞席に似ている。またアシサーはベーダ・ベネラビリスのイングランド教会史やウェールズの歴史書であるブリトン人の歴史、またアルキンの生涯や同時代に編纂されたアングロサクソン年代記についても知っていた。 また、ウェルギリウスのアイネイスやカイリウス・セドリウスのカルメン・パスカレ、アルドヘルムのデ・バージニテイト、そしてアインハルトのカール・大帝の生涯などもよく読んでいたことは明らかである。また、アルフレッド王の生涯には、グレゴリウス一世の死亡規定書やアウグスティヌスの信仰、希望、愛についても引用されている。そもそも、アルフレッド王の生涯は半分近くを占める。 アングロサクソン年代記の851年から887年の部分のラテン語訳にアッサー自身の意見やアルフレッドのエピソードを挿入して作られた伝記である。またアッサーは887年以降の関連事項やアッサーの人となり、その知性に関する情報もアルフレッド王の生涯に含めている。アッサーの3文は公文に力がなく、 不明瞭であるなどとして批判されることがある。彼は頻繁に古風で難しい言葉を使い、いびつな表現を多用しているが、こうした書き方は当時のブリテン島のラテン語文筆家には珍しくない。また、アッサーの文章にはフランク王国のラテン文献に特有の言葉が参見される。このことからアッサーがフランク王国のどこかで教育を受けた可能性もあるが、 宮廷でグリムバルドラフランク人学者の影響を受けたためと考えるのが定説である。アルフレッド王の生涯の最後の部分は結びがなく突然記述が終わっている。そのため原本とされる原稿は未完の下書きだった可能性が高い。アッサーは電気執筆から約16年、またアルフレッドも899年まで生きているにもかかわらず、 893年以降の事項はアルフレッド王の生涯に残されていない。アルフレッド王の生涯はウェールズ人のために書かれた可能性が高い。というのも、アッサーは南西イングランドの関連地域の地理解説に特に労力を割いていることから、この地域外の人々を読者として想定していたようである。さらに、アッサーはイングランドの地名などの後に、 ウェールズ語の名を並べていることがある。その中には、ノッティンガムのようなもともと、ウェールズ語名がないことが明らかな地名も含まれる。歴史的に見ると、この伝記が書かれた時期はアルフレッドが南ウェールズを支配下に収めた後であり、アッサーはウェールズ人にアルフレッドを紹介することで、両者の間の溝を埋めようとしたものと考えられる。ただ、 ウェールズ語の地名表記は単なる語源学的興味によるものか、アッサーの周辺の人々のためのものであって、ウェールズ人全般に向けたものではないという反論がある。また地理解説に重点が置かれているのは、アルフレッドの要塞整備計画を助けるためであるとして、イングランド人の読者を想定した書き物であるという説もある。アルフレッド王の生涯には、 アルフレッド在位中のウェセックス王国の内紛やアルフレッドに対する犯行は一切記述されていない。ただ、アルフレッドの要塞整備方針になかなか従わない人々に対してアルフレッドが厳しく服従を強制したことはアッサーも明確に記録している。執筆時にアルフレッドが存命だったこともあり、アルフレッド王の生涯はアルフレッド側に偏った記述になっているものの、 大きな虚偽や事実誤認はないとされている。またアッサーは、アングロサクソン年代記を翻訳していく中で、アルフレッド時代以外の部分にも貴重な一時資料となる総話を入れている。例えば、マーシアをオファの娘、エアドブルフが、ウェセックス王、ベオルトリッチと結婚したという記録はアッサーによるものである。アッサーによれば、エアドブルフは、暴君のように振る舞い、 他の誰かを殺そうとして誤って、ベオルトリッチを毒殺してしまい、後に、パビーヤで小敷として死んだという。なお、ここで語られているエアドブルフは、戦術のように、アルフレッド王の生涯に品質するアルフレッドの義母、エアドブルフとは別人である。コットン文庫書像の写本の1ページ目。この写本は、フランシス・ワイズに雇われ現行の審査を依頼された、古物収集家、 ジェームズ・ヒルが1722年に作成したものである。アルフレッド王の生涯は中世にはあまり有名でなくコットン文庫に所蔵された写本一冊のみが残っていた。この写本は1000年頃に作成され1731年の火事で消失している。これほど写本が広まらなかったのは原本が未完成だったために、 アッサー自身が写しを作らなかったためだと考えられる。ところが、アルフレッド王の生涯の内容は、他の様々な文献に引用されている。12世紀までに、アルフレッド王の生涯に触れた文献として、以下のような例がある。コットン版写本自体も数奇な運命をたどっている。まずこの写本は、上記のダラムのシメオミやウスターのフローレンスが所有していたものと考えられている。 写本の出現が確証されているのは1540年代のことで、おそらく直前の修道院解散の影響で、古物収集家のジョン・リーランドの手に渡っている。1552年にリーランドが死去した後に、経緯は不明だが、マシュー・パーカーの所蔵となる。パーカーは1575年に死去した際にその蔵書のほとんどをコーパス・クリスティ・カレッジに依存したが、その中に、 コットン版写本は含まれず、1600年までに、ジョン・ラムリー男爵の、そして1621年までに、ロバート・ブルース・コットンの所蔵するところとなった。ウェストミンスターの邸宅にあったコットン文庫は1712年に、ロンドン・ストランドの邸宅へ、そして1730年に、ウェストミンスターのアッシュバーナム・ハウスに移された。そして1731年10月23日、 土曜日の朝、火災により、コットン文庫版写本は消失した。その結果、アッサーのアルフレッド王の生涯の内容は他の文献に引用された文章や二次写本から伺えるのみとなった。コットン版の写本は多数制作され、また先日のように多数の年代記作家に引用されていることからも、アルフレッド王の生涯は注目を集めるようになった。 しかし原本が現存しておらず、また、初期の二次写本の注釈で、アルフレッド王の生涯以外の文献に由来する、記述が原点と混同されたために、本来のアルフレッド王の生涯の内容を確定することが難しくなってしまった。現在までに、内容が若干異なる版がいくつもラテン語、翻訳版で出版されている。1904年の WH スティーブンソンによる書評。 アッサーのアルフレッドの生涯と誤ってアッサーの作とされているセントネオッツ現代記では一般的なラテン語版の文章が載せられている。この本は1905年にアルバート・エスコックにより英訳された。最近の重要な英訳版として1983年にサイモン・カインズとマイケル・ラピッジが学術的な問題点などの注記を施したアルフレッド大王・ダイー。 アッサーのアルフレッド王の生涯と他の同時代の文献を出版している。1603年、古物収集家、ウィリアム・カムデンは、オックスフォード大学で知られていた伝説を含むアルフレッド王の生涯を出版した。我らが王の時代の886年、聖グリムワルドがイングランドに到来して2年目の年、オックスフォード大学の歴史が始まった、セント・デビッドの創場が論理学。 音楽、数学を教えた。そうにして、セーグ・リムワルドの同僚にして、偉大なる国際的学者ジョンは、栄光ある、無敵の王アルフレッドに、幾何学と天文学を教授した。この内容を裏付ける文献は見つかっていない。カムデンは、パーカー版写本を元としているが、他の写本には同様の内容は見られない。現在では、これは、 カムデンの保管したものであるという理解が一般的だが、この伝説自体は14世紀にはすでに出現している。1849年にアルフレッド大王を表したジェイコブ・アボットは、アルフレッドによる最大かつ最重要の教育政策は、オックスフォード大学を設立したことだったと述べている。19世紀から20世紀にかけて、何人かの学者がアッサーによるアルフレッドの伝記を、 偽作だと主張している。歴史家、ビビアン・ハンター・ガルブレースは、1964年に、著作の中で、誰が、アッサーのアルフレッドの生涯を書いたのか、と述べている。ガルブレースは、生涯の中には、時代作語的な内容があり、アッサーの時代に書かれたものとは思われないと、主張している。例えば、作中ではアルフレッドを、アングロサクソン人の王と呼んでいるが、 ガルブレースによれば、この故障は10世紀後半以降に使われるようになったものである。またアルフレッドがアッサーにエクセターのパロキアを与えたという記述について、ガルブレースはこれを司教区と訳した上で、エクセター司教区は1050年以前には存在しなかったことを指摘している。ガルブレースは、アルフレッドの生涯は1046年にデボン・コーンウォール司教となったレオフリックが、 彼のエクセターの死教座を復活させるために洗礼を、示し自身を正当化するために制作した儀書であるとした。実際には、アングロサクソン人の王という称号は892年以前の検証でも用いられているし、パローキアは必ずしも死教区を意味せず、単に教会や修道院の管轄権を指すこともある。またレオフリックがアッサーについてよく知っていたという。 可能性は低いし、何よりも、コットン文庫版写本が千年頃の日付を制作年代として記していたこと、またレオフリック以前の文献にアルフレッド王の生涯が引用されていることが揺るぎない反証となっている。こうした反論は、1967年にドロシーホワイトロックのジェニウィン・アッサーの中で行われた。2002年、アルフレッド・スミスは、 バートファースとアッサーのラテン語語彙を比較して、アルフレッド王の生涯は、バートファースによる偽書であるとする説を出した。スミスによれば、バート・スミスは10世紀後半のベネディクト修道会による改革期に高かったアッサーの名声を借りようとしたのだという。ただこの説は説得力に欠け、定説に挑むほどの影響力は持っていない。アッサーはアルフレッド王の生涯の他にも、 アルフレッド大王が指揮した、グレゴリウス一世の死牧規則書翻訳者にも名を連ねている。12世紀の歴史家マームズベリのウィリアムによれば、アッサーはボエティウスの著作英訳にも手を貸した。カンブリア年代記は、アッサーの死を908年のことだとしている。一方、アングロサクソン年代記は、写本によって909年、または910年とばらつきがある。こうした問題が起きるのは、 年代期によって、暦が異なり、新年が異なっているためで、一般的には、アッサーの死は908年もしくは909年とされている。ありがとうございます。